そう、実は今回番組内のある基準に従って食べられるお寿司の量が決まっており、なんか少ない。さあ皆さん行き届きましたね、これで、行き届きました。お寿司来たメンバーもいると思うんですけども、働かざる者食うべからずということで、前年度の活躍に応じた関数を配っております。みんな頑張ってくれてて、活躍の度合いを関数に示すのが非常にスタッフ難しかったので、チャチャコインの獲得数を主要にしました。とメンバー全員に大盤振る舞いしたいところだが、去年のチャチャコイン還元が未完のまま、そこで今回コイン保有者にお寿司を提供するという運びになったのだ。日向坂で会いましょうブルーレイ、ついに発売。今も記憶に残るあの企画やこの企画を収録、そしてオンエアではお届けできなかった幻の映像を特別にブルーレイ限定で大公開。今回はさらにお日様からの要望も多かったメンバーコメンタリーも。日向坂で会いましょうブルーレイ好評発売中。